All right, guys. This is second political speech. I wanna try. And I was a Japanese junior high school art teacher, but I will try again in Japanese election. I wanna challenge Japanese education reform. ということで、今日2回目のですね、街頭演説を、まあ、今日こういうね、トークを持ってきます。拡声器を使ってね、まあ、ボリュームはちょっと小さめにしますけども、今4時3分ぐらいなので、20分ぐらいちょっと短めでささっと、街頭演説の方をしていこうかなと思います。去年の選挙でちょっと落選をねしちゃいましたので1234票で、最下位で落選ということで、まあ、今後どうなるか分かりませんけども、子どもの未来を作る党というね、政治団体を作りましたから、公務員のために税金を使うのではなくて、子どもたちの未来にね、税金を投資できるような、そういった政治の形をね、提案をしていけるように、頑張っていこうかなと思います。今はもうほとんどね車がちょっと通ってるぐらいで人がほとんど、いないですね。まあやっぱここら辺はね、5時ぐらいじゃないとね人の動きはないかなと思います。まあ、ほとんど車ばっかですね。でしかもねこれがあるもんで前も言いましたけどここだとね向こうから来るの全然見えないんですよね。向こうからとかだったらね、まあ目に入るかもしれないですけどね向こうからとかこっちの大通りメイン通りからはちょっと見えないっていう欠点があるんだけどまあいいや、ささっとね、やっていこうかなと思いますが、まあ、いつもと同じ、スピーチ内容に、なりますので、ね、ほとんどつまんないと思いますけども、まあ、何事も経験練習場数を踏むということで、まあ下手くそですけど挑戦して練習していこうと、思います。ちょっと待ってよこれ邪魔なんだよなこれ。それでは2、30分やっていこうかなと思います。ちょっと今日塾のねバイトまあやりたくないですけどねとりあえず、まあ、学校の教員のね、勘が鈍らん程度でちょっと やっていこうと思っていますので、まあ、いつもよりも短めにやろうかなと思います。 Let's do this。 こちらは未来を作る党代表の、杉本です。2015年の後半ぐらいから、政治活動を、始めています。去年の4月に、統一の地方選が作る党という名前で、また3年後にはなりますけども、地方選に向けて、挑戦をしていこうかなと、思っております。自分の経歴としては36歳の時に、通信制の大学で、教員免許を取って、小中高で、非常勤講師とか常勤講師を、していました。かなり子どもの数も減ってきていて、それに反して教員の数は、余っている状態です。まあ、公務員は大体忙しいとか仕事が、多くて人が足らないとか言いますけども、明らかにこれは印象操作でありますので、公務員は、非常に人数が余っています。まあ、法律でクビにできないようになっていますのでね、公務員天国というのは公務員問題が、日本にとっての最大の問題だと、思っております。それよりもやはりこの子どもたちの未来に投資をして、新しい産業を持つとか、そうですね、国力そのものが強くなるように、まあ、短期中期長期戦略を、議会で提案をしていきたいと、思っております。もともと教育関係の仕事をしていたので、まあ、税金の使い方もそうですけども、
かなりその税金の無駄遣いもいっぱいあると思います。やはりそういったものを徹底的にメスを入れて、子どもたちの未来に投資ができるように、頑張って挑戦をしていこうかなと、思っております。2015年の4月に久しぶりにその前坂中学校の方に、常勤講師として、復活をしました。まあ、短期間ですけども、美術の、ね、授業を通して子どもたち その能力というか、かなり学校の教員が持っている以上に高いものがあると、思います。まあ、すごくその変化の激しい時代になってきていますので、学校の教育のカリキュラムとか、日本の制度、税金制度もその時代の変化に合わせてある程度は、改革改善をしていくべきだと思っています。まあ、子どもの未来を作る党としては、まずその英会話教育と、金融の教育と、答えを覚えるだけではなくて、自分の頭で考えて答えを導き出すような訓練も、小中高で、導入をしていきたいと、思っています。まあ、日本のその経済もかなり、マイナス成長になってきていますし、人口も当然減ってきています。おそらく、労働人口だけでも数十万人は毎年減っていますので、当然税収入も減ってくると思います。ただ日本の公務員は贅沢を覚えていますから、ひたすら税金を上げてくると、思っていますので、まあ、こういう時代だからこそ、これからの子どもたちには、金融の教育、ファイナンシャルリテラシー、こういったものは、ね、非常に、有効になってくるのかなと、思っています。それと政府公務員というのは、毎年50兆円ぐらい、借金を、していますのでね、当然、それの尻拭いは我々にはさせられているということで、まあ、来年になればまたね、税金が上がると思いますので、日本人全員でその政府公務員をやること、出すことはね、監視をしていく方がいいのかなと思います。ということで、人口が減って、経済成長も期待ができなくて、なおかつその政府公務員が、借金を毎年していますのでね、まあ、日本の未来としては非常に、大きな問題がたくさんあるのかなと思っています。まあ、こういう時代だからこそ、政治家の仕事というのは、まずはその支出を削減をして、減税をすることで、徹底的に、ね、無駄を排して個人の消費を、促進をしていくと、いうことが、大事だと、思います。まあ、いろいろそのクビにならない問題、公務員がたくさんいるとか、あとは頑張っちゅうのたくさんあるとか、いっぱい問題がありますけども、まあ、一応その日本の貯蓄率はまだまだ、高いレベルがありますから、日本人全員の、金融資産というのが全部合わせれば1800兆円以上、あると思います。ですので、日本 その経済はあまり良くありませんが、資産とかお金がたくさんありますから、下手にその増税をするのではなくて、大幅な減税をすることで、安心してお金を使えるようにして、その1800兆円の個人金融資産が、自然な形で、市場やマーケットに出てくるように、するということも、下手に税金を上げるよりは、はるかに、マシな政策だと、思います。規制緩和するだけでも日本の経済は必ず成長しますので、まあ、日本のその規制というのはそのクビにならない公務員を甘やかすための、仕組みでありますから、こういった公務員のための規制とか談判規制は、徹底的に撤廃することで新規参入も増えて、経済成長は、必ず実現をすることだと、思っております。ですのでその資源がたくさんあればまだいいんですが、その日本の場合は今のところ資源が見つかっていないので、人材育成に力を入れて、世界
界でも活躍できるような、そういった人材を作っていくということが、日本にとっての生命線になってくるかなと思っております。まあ、学校の教員の数は余っていますし、学校の校舎も次々と税金で建て壊しをしていますから、まあ、その校舎とかあとは職員とか、そういったものがたくさんありますのでね、もっときめ細かい、教育をするとか、まあ、先ほども申しましたが、金融の教育とあとは英会話の教育、3つ目としてはやはり自分の頭で考えて答えを導き出すような、そういった訓練も、小中高で、導入をしていきたいかなと思います。ちなみに去年の10月に、消費税も 10% に、増税をされています。まあ、これも公務員の都合で消費税を上げたと思いますが、まあ、その結果どうなったかというと、10月から12月までの経済成長率が、マイナス 6.3% と、で今年の1月から3月までの経済成長率もマイナス 3.5% ぐらいだったと思います。半年連続で、マイナス成長に、なっていますので、日本はすでに景気後退と、いうことに、なると思います。おそらく次の、4月から6月の、経済成長率もですね、マイナスになると思いますので、かなりその公務員は一切クビにはなりませんが、民間企業は、かなりの打撃が、今後とも出てくると思います。これからの子どもたちもその時代の変化に対応できるようなスキルとか、稼ぐ力を、身につけることで、時代がどんなに変化しても、生活していけるような、そういったスキルを、学校で身につけてもらいたいなと思います。ということで、その変化の教育とか、金融教育は、必ず導入した方がいいのかなと思っています。まあ、ただ日本の国民はその変化を嫌う生き物ですので、するということは難しいと、思っています。ただ公務員の、待遇はもうどうでもいいのでね、それよりも、我々の生活が、良くなると、もしくは、少なくとも今の生活レベルを持続できるような、そういった仕組みにしていく必要があると思いますので、未来に投資をするとか、教育に力を入れて、人材のレベルアップを図っていく必要があるのかなと思います。この英語の学校はスイスが、国際的なテストをやりましたが、日本の学生の英語のレベルというのは、かなり下の方だったと、聞いています。まあ、子どもたちの能力が非常に高いので、ちゃんとした英会話の教育を、施せば、英語も話せるように、ね、なるとは思いますが、ただ今はですね、基本は、ライティング・リーディングの教育がメインで、要は英語もそのペーパーテストを解くための英語教育になっています。まあ、一番大事なのはそのネイティブとコミュニケーションを取れることですから、スピーキングとかリーディング、ヒアリングかな、スピーキングとヒアリング、こういったものにもっと力を入れて、実践的な英語能力を身につけてもらえるように、教育も変える必要があると、思っております。中学校高校の英語教員は確か TOEIC のテストで、580点とか620点ぐらい取れば、中高の英語の教員になれると、思いますけども、一応韓国の大学生は、800点以上取っていますし、まあ、満点が990点ですけども、600点前後だとちょっとかなり、ね、レベルが低すぎるかなと思います。まあ、これも条例でどこまで変えることができるか分かりませんけども、まあ、こんにちは、お邪魔してます。小中の学校の英語の教員に関しては TOEIC のテストを、850点とか、900点、それぐらいの、点数を取らないと教員にしないとか、レベルアップをですね、するべきかなと思っております。特に英語の場合は世界共通語に、なってしまっていますし、おそらくこれからの時代は、アメリカと中国の2カ国が、地球上を支配していくと思いますので、英語もしくは中国語というのは、今以上に、重要なポジションになっていくと思っております。ま
ところその文部科学省は小学校から英語の教育に力を入れてますけども、あくまでペーパーテストを解くための英語教育に、なっていますのでね、もう少し実践的な英語教育に、シフトをするべきかなと思います。そうですね、7月の教員再試験を久しぶりに受けてきましたが、技術の教員でも5教科の問題が、出てきます。大体数学が2問あって英語が2問なんですけども、はい、ちょっと英語の問題は簡単すぎるかなと思います。もう少し英語 の, そのテストのレベルを上げた方がいいと思いますので、まあ、これも条例でできればですけども、そういった教員再試験の、問題のレベルとか、ね、英語の重要性について、理解で提案をしていきたいなと、思っております。あと金融の教育なんですけども、とにかく日本の場合は、ありとあらゆるものに、税金が、かけられていますので、非常にその税金ばっか公務員によって踏ん張られて、しまいます。普通に働いて真面目に納税していてもほとんど税金で持っていかれてしまいますので、まあ、税金を払ってもね、得をするのは公務員だけですから、クビにならない公務員だけが得をすると。今回のコロナの10万円も、まだ全国民に行き渡っていませんが、公務員だけは2ヶ月以上前に、真っ先に全公務員に10万円が支給をされています。公務員がもう最優先になっていますから、まあ、ここら辺も大きな、ね、問題があると思います。公務員は自分たちのことしか考えていませんのでね、自分たちが真っ先に10万円をもらっています。でそれから、民間の人たちに10万円を、たらたらとね、支給の手続きをしていますので、未だに、10万円は、行き渡っていません。アメリカは3億5000万人もいますが、13万円ぐらいかな、特に、アメリカ人に支給をしています。まあ、年収1000万以上は支給対象外ですけども、さらに今は第2回目の13万円の支給をアメリカは、やろうとしていますので、かなり日本の公務員というのは自分たちのことしか考えていない、税金は公務員のものと勘違いしていますので、やはり日本の問題というのは最大の問題というのは、公務員というのと公務員問題だと思っております、まあ、それよりも優秀な、人材育成をして、日本の新しい産業を作って、その結果日本の国力を、ね、強くしていくということが、これからは求められてくると思います。ですので英会話教育とか経営の教育ということで、まあ、税金が、ね、そもそも高いということとですね、まあ、日本の政府公務員というのは日本の国民から搾取をしてきた前歴前科がありますから、そういった公務員の搾取から自分の、ね、稼いだお金を守るためにも、最低限 の, その金融の教育が必要だと思います。例えばその収入というのは3種類ぐらいに、分けられるみたいで、特にその労働収入とか、年収で、もらうと一番、ね、その所得税が高く設定をされています。ただその労働収入の年収に比べると、例えばキャピタルゲインとか民家保険とか、こういった税金というのは、4000万以上課税でも 23% ぐらいで所得税が済みます。普通にその労働による年収が4000万を超えると、所得税の最高税率が 45% 取られて、しかも住民税も 10% 加算されますから、年収4000万以上を稼ぐと公務員によって 55% 税金が取られますので、1億円稼いだら、5500万ぐらい、税金で、分取られてしまう。ただキャピタルゲインとかインカムゲインで1億円稼いでも、2000万ちょっとの税金で済みますので、これだけでも、ね、かなりの、所得の差につながってくると、思います。まあ、これが全てではありませんけども、そのお金とか、税金の勉強というのは、非常にね、我々が持っている以上に重要だと思っていますし、公務員の素性根性を理解することも非常に重要だと、思います。まあ、自分がもしね、政治家に、当選して、その後また学校の教員に戻ったとしたら、公務員の、ね、内部情報を全て子どもたちに、教えてあげようと思っています。
まあ、ということで、その自分の稼いだお金を政府公務員に分取られないようにするためにも、金融のね、教育というのが、絶対に必要なものだと思います。で、まあ、かつてはドイツのその金融の知識というのは、あまりなかったみたいですけども、今はその白人とかアングロサクソンに負けないぐらいの、ノウハウと知識があると言われていますから、本当にその生涯の獲得賃金の差につながってくると、思います。まあ、税金もその非常に、複雑な仕組みですし、ただその富裕層とか超富裕層を見れば分かりますが、そもそも年収にね、あまりそのこだわっていないのかなと思います。まあ、理由としてはそのお金のために働けば税金が一番高いということで、まあ、年収は安く設定をしておいて、会社 の, その株の配当金の方を重要視していると、こういった、超富裕層もたくさんいますよね。例えばソフトバンクグループの、ファウンダー CEO の人は、確か年収が 3.5 億円ぐらいで、その中で株の配当金が毎年100億円以上と、こういったふうにその税金の対策をしつつ、資産を増やしています。ですので、まあ超富裕層というのは資産性のあるものしか買わないということもあると思いますし、まあ、彼らと同じことをやるということは非常に簡単だと思いますが、ただその金融の知識とか、経験ノウハウがないと、実践行動に移すというのは非常に難しいかなと思っております。まあ、自分もその美術の、教員をやっていたので米国 COD 社は苦手でしたが、まあ、小中高で経験していたので、まあ、中学校ぐらいの数学英語だったらね、今でも教えることはできます。ただその日本の教育では、金融の教育もやっていませんし、お金とか税金の勉強も全然やっていないので、まあ、大学でその経済学とかを専攻すれば話は別ですけども、まあ、ほとんどの日本人というのはそういった教育を、受けていないと思います。実際に、株式投資をやっている日本人は大体 20% くらいしかいないですけども、まあ、アメリカの場合は半分以上の、ね、アメリカ人が株に、投資をしています。ですのでその株価が高くなれば、資産も増えるということですが、まあ、日本の場合は 80% の人にとっては株が高くなってもほとんど関係はないと、いうことだと思います。まあ、ということでアベノミクスで確かにその日経平均株価は高くはなりましたけども、まあ、ほとんどの日本人にとっては、関係がないと、思います。しかも今の政府公務員は日銀と協力をしてたくさんお金をすりまくるんで、そのお金でね、国債を買ったり ETF をね年間1兆円買ったりしています。まあ、その結果その日経平均株価も、まあね、その1万2万2000ぐらいかな、そこら辺をその支えられていると思いますけども、基本的にその株価が上がっても日本人には関係ないし、お金をたくさん吸っていますので、それよりも円の価値が目減りをするという、危険性の方が高いのかなと、思います。まあ、ですので、まあ、いろいろな、条件とか状況を見ても、金融の教育というのは、まあ、基本的なものだけでもいいのでね、小中高で導入をした方が絶対にいいのかなと、個人的には考えております。それと日本の教育というのは基本的には答えを覚えるだけの、教育になっていますのでね、21世紀は情報化社会で、しかもその時代の変化が非常に激しいということで、答えのない問題も、ね、たくさん出てきていると思います。しかも今の時代はその他の周りの人と同じことをやっても大きな成功というのはなかなか難しいと思います。他と違った、発想をするとか違う視点でビジネスをするとか、そういったことをしないとその人並み以上に、裕福になることはできないと思いますので、自分の頭で考えて答えを導き出す練習も、義務教育と高等学校で、導入した方がいいのかなと思います。
答えを覚えるだけというのは、人の真似をするだけですからね。ということは、雇われる側の人間を、育成をしているということだと思います。日本の教育というのは、その弱さのない人間を、育てる、教育している、特徴がありますが、今の時代はやはりその個人の強さの部分で、勝負する時代だと思います。日本の産業が負けているのは大体、個人によって負けていますので、例えばにアメリカのガーファとか、中国のパッドとか、古代 IT 企業は大体1人のね、もしくは2人ぐらいの、人物で、起業して、世界の人たちの生活を、変えてしまっています。中国もテンセント、あとはアリババ、そうですね、ファーレもそうかな、そういった新しい IT 企業もどんどん成長してきていて、ある分野ではもうすでにアメリカのテクノロジーをね、凌駕していると、言われています。おそらく 5G でも中国の IT 企業が、主導権を握ると、思いますけども、こういった、グローバル企業にも対抗して競争していかないといけませんので、人口が1億2000万人ぐらいいるので、まだまだその日本国内だけで、ビジネスを、成功させてお金を稼ぐということも十分に可能だと思いますが、今後人口がどんどん減ってきますから、日本国内だけでお金を稼ぐということも非常に限界が出てくるのかなと思います。ということは、どうしても海外と競争を、していかないといけませんので、やはり今の、ね、答えを覚えるだけの教育ではなくて、メーカー教育と、金融の教育と、3つ目としては、自分の頭で考えて、答えを導き出せるような、そういった教育を、導入をしていくべきかなと思います。前坂中もそうですけども、普通の、ね、授業に出れないような生徒も、3人いました。他の学校もたくさんいると思いますので、例えば義務教育も通信制の、教育を、得られるようにするとか、それで義務教育を終了したことができるとか、そういった柔軟な教育のあり方も私の提案をしていくべきかなと思います。法律に関することだとその地方議員にはできませんけども、条例でそのできる範囲では、ベストを尽くしていい方向に、持っていきたいなと思います。非常に学校に行くことを普通に考えて感じる子どももたくさんいますので、一応高等学校はその通信制の高等学校があると思いますが、義務教育は今のところないと思います。義務教育も、通信制の、義務教育を作るとか、今回のコロナショックでオンラインの授業も、注目をされていますので、そういったところも着目をしていきたいなと思います。日本の、自分も教員をやっていたので分かりますが、小中高の教員は、文部科学省が作った、学習指導要領に沿って、授業をしないといけませんので、だったら一番うまい授業のうまい人の映像を撮って、それを配信して映像授業でやるとか、オンラインで授業をさせるとか、そういったことも検討をするべきかなと思います。学校の教員の数も余っていますし、年収も1000万ぐらいありますからね。公務員の数を減らすということが、日本にとっては非常に重要な、政策になってくるかなと、思います。ただ日本の場合はその日本の公務員だけ法律でクビにできないようになっていますので、まず法律を変えて、公務員も簡単にリストラができるように、改革改善をしていくべきかなと、思っています。日本の公務員は、毎朝遅刻はしますし、暇すぎて勤務時間中の途中に家に帰る公務員もたくさんいますので、法律を変えて、しかも公務員というのは誰でもできる単純な、労働作業しかしていませんので、簡単に人工知能とかのブロックチェーンで代替をすることができます。ですので法律さえ変えれば公務員を大幅にリストラできますので、そういったことも、コンセプトとして、政治活動を、続けていきたいかなと思っております。ということで、子どもの未来を作ろうとしては、公務員の数を減らして、もう存在たちになりませんので、それよりも、子どもたちの未来に、税金を投資できるように、
結果、浮力を強くしていけるように、そういったコンセプトで、また3年後の地方選に向けてですね、挑戦をしていこうかなと思っております。去年の4月に選挙があって、その後に私もソーシャルメディアを始めました。ですので、政治活動だけではなくて、動画にとって、ソーシャルメディア全般にですね、動画もアップをしていきたいと思っておりますので、YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。さあ、とりあえず、ですね、ちょっと待ってくださいね。手が痛くて、もう。ちょっと、そうなんないかな、大丈夫かな。30分。23分ぐらいかな。まあ、いつもと同じね、子供の未来を作る党としての、コンセプトも、演説を、しました。ということで、ちょっと用事があるのでね、今日は、これぐらいで、終わりたいと思います。また明日雨が降らなければね、朝一でやっていこうかなと思います。ちょっとね、なんか曇りが強くなってきてるのでね、天気ちょっと変わると思います。とにかく、なるべくその継続できるように、頑張っていこうかなと思います。よろしくお願いします。オレガです。Just to finish my political speech, thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. Yara, Yoro. Bye.